こんにちはお金ね。お金の出し入れ。私たち民間業者と、まあ、サラリーマンさんも組むじゃなんですけども、それからの行政とか市区町村の役員さんとかはね、係員さんとかはだいぶ感覚違いみたいなんで、ちょっとその辺をお話していこうかと思います。まあ、というのがね、あの行政の仕事ですら、最後に外注するのは民間業者になるわけですよ。で民間業者にに見積もりを出させる時に 相見積もりとかがあって、一番安いところに発注するっていうのがまあ建前ではあるんですけども、そこがちょっとね、気味の悪いところで、談合ってのもあるんですけども、ある程度の金額の発注単位を上げていただかないと、あのまあ、仕事が流せないんですよね。というのが、あの行政には予算ってのが最初に割り振られるんですよ。この仕事には前年の、例えば、 1,000万だったら1,000万っていう去年の実績があるんで今年もじゃあ1,000万で使おうかいろんなことをこねくり回したら1100万で予算上げるねって感じで最初に決まるんですよで1100万を1年間で使わなくちゃいけない時に大体いい去年の業者さんにお願いを大体いい同じような金額でするんですよねで業者さんも去年と同じような仕事を去年と同じような単価でまた見積書を日付だけ書いてポンとね大雑把に出してくるんですね その時に本当にねざっくりとねじゃあ今回の事業は320万でやりますよっていう風にこう合計積算金額出してきてその見積もりはバーッて書いてるんですけども担当者もそんなに読まないんですよねっていうか読む能力ないんですよだからこの業者さんがプロとして320万って言ってきてんだったらそのぐらいいるだろうっていう風に見積もるわけなんですよで決裁文書印鑑を押すんですよねで去年も大体同じようにやってるから去年の確定した実績を覆すことには 結構労力がいるんですよ。なんで去年は320万じゃ悪かったのかっていうふうなことを裏付けを取って議会に出したりとか上司に提案して320万を350万にするなり300万に減らすなりっていうふうな仕事を単純に済ませようと思ったら去年と同じようなレベルの維持をしたいんで同じ金額ぐらいかかりますねっていうのが一番筋が通って決済する上司もやりやすいんですよ。 でそうなると今度業者さんがね最近の物価高騰で去年は320万だったんだけど350万になるんですよって言った時にどうなるかっていうとまあでも350万で通さないとしょうがないよねってことになるんですよでだんだん年末に金額が余ってきたらもうどうでもいい金額をこうまた計上していくとかあそれから業者さんが上げてきたねざっくりとした丼患者の400万だ500万のそのまま通して扱い切ったらよかったねになるわけですよで余るとね あの翌年度例えば1,000万の予算が計上されてるところに900万で終わっちゃったら実は担当者って責められるんですよ100万円分仕事してないでしょ100万円分どういうふうにサービスのレベルを落としたのですかとかね100万円分どっかの業者さん削ったんですかつまり行政がそうやってお金を払ってやる仕事って GDP なんですよね。 ただ GDP が縮小したいような市区町村の採用ってことになるんで基本的には受け入れられなくてどっちかっていうと増えるんだったらいいんだけども減る分に関しては受け入れ難いそうなんですよだから最低条件として年少に決まった予算は絶対に消化しないといけないっていうのが役員その係担当者に課せられた最初のミッションなんですよね。でそうなってくると予算はどん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 膨らんでいく一方でまず減ることはないんですよ。ではっっきり言って無駄な仕事 やんなくてもいい仕事を何の目的だっていうのかわかんないけども、前任者がやってたからっていう理由だけで引き継がれる仕事が多くって、中にはもう事業が済んじゃったんでやることがないから、相談業務のために窓口に係員を置きます。電話の係をこっちとこっち兼任して、その分だけ予算を膨らませみたいなことをして、相談業務ばっかりなんですよね。で、仕事によっては、今日の相談業務の予算消化10万円でしたとか言って、待て待てと。相談業務でいろいろくっしゃべって10万円の効果を生むかって話なんですよね。でも、 10万円の決済をしないと予算が使い切れなくって結局その市役所とかね市区町村の役所っていうのがあまあ追及されちゃうんで変な形ですけどねどっちかっていうと民間ってその経費を削減した方が評価にあったりするんですけども行政っていうのは経費をどんどん膨らました方がね評価されるんですよねだからね私たち民間が考えてるものと全然真反対のことをやっていて最低限 最初に決まった予算を完全消化することでも1,100万の事業があってピタッと1,100万で終わるわけないじゃないですか。万とかね1,204万とかねそのぐらいの微差が出ていってで動くはずなんですよ、うん。でもそういうのを考慮に入れられずにじゃあ1,100万の予算が与えられる時にえ使った金額が1,300万だとしたらもう年末にいきなりね接待ばばばバ入れて。 なんか架空の伝票を作ったりとかして支払ったことにしてチンコロするみたいなことらしいんですよね。でそのチンコロしたこともみんなで黙って隠蔽しとかないとやばいしで隠蔽すればみんなにうまみがあるからみんなでそういう風にしてるらしいんですよ。だから結構ねあの地方行政とかあそれから国の行政とかもそうなんですけども監視する仕組みってのがあってでそこによるとだいぶ分かってきたらしいんですよね。実は税税金金が余ってると <laughs> かなり税金を 使うためにもう何に使うかを検討してそのために会議をしてそこの会議費用を出したりとかするのでどん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 こう経費を膨らましていくみたいな感じですね、うん。まあだから本当に完全に終了した事業とかを本当にやめれるんだったらねこの維持事業じゃなくて。維持事業っていうのは結局あの何ですかね、まあ、よくね田舎の上流の川の上流の方行ったらこう コンクリートで固められてるところがあると思いますけどもそれが壊れてないかはただ見に行くっていうのもあるらしいんですよ私もちょっと行ったことがあるんですけど見に行ってどう考えても去年壊れてないんで今年も壊れてないだろうとで見に行って果たしてこれに行政の予算が組み込まれるもんなのかなと 地域に住んでる町内会とかに確認してもらってもいいようなもんだしその写真撮ってきてもらったりとかその程度でいいんじゃないかなもっと言ったら行政職員さんが勤務の中でやるんじゃなくてちょっと休日に足伸ばせばいいんじゃないのとか何かの作業のついでに見に行けばいいんじゃないのみたいなのにわざわざそこに行く事業とか作ってるわけなんですよね。でしかもそこがまあ氾濫とかね壊れたら本当にまあ大変なことになるならまだしもう誰も住んでないところとかね。 だかからそこがいしてもも急にには何にも迷惑んかかんないんですよ。道路が潰れても困る人もいないし住んでる人がいないから、うんまあ、危険も及ばないとかね。しかも崩落した実績もないみたいなねだから何をやってるのか分かんないよね砂防ダムっていうのもどう考えてもこう崩れねえだろうというところにどんどん作られたりとかしてるんですよねまあそんな面白いことがあってお金は動いてるなってところですねいってらっしゃい。